中部9県の小学校から328人が参加して中日海洋エクスカーションが8月17日から2日間にわたって開かれました。これは中日新聞社が毎年開いているもので、子どもたちに船旅を体験させ、海への関心と規律と協調の精神を養わせるのを目的とし、今年で15回目。この日の名古屋港は真っ青な空が広がり、絶好の船出日和。小学生を乗せた日本丸は五色のテープに見送られ、室戸岬に向け出港しました。子どもたちは各班に分かれて早速自己紹介、言葉や生活の違いを超えて仲良しに。ブリッジでは船を動かすのに必要なレーダーや計器類の役割などの話に耳を傾け、今日ばかりは船長さんになったつもりで張り切っていました。手旗信号の実習、ほとんどの子どもは初めての体験。それでも慣れない手つきで指導員の笛に懸命に合わせていました。限りなく続く空と海、そして楽しい船旅、子どもたちには忘れられない思い出になることでしょう。